高知市文化プラザは、カルポートの愛称で呼ばれる、高知県高知市にある多機能型文化ホール。北面文化プラザカルポート高知駅高知市文化プラザ、カルポートの位置高知市中心市街再開発計画の目玉の一つとして、高知市が計画、発注し、2001年竣工した。総事業費は約190億円。 延べ床面積約3万6000平方メートル、地下3階、地上11階建ての高知県下最大規模の文化、施設、公共施設である。設計は、昭和設計、2009年の指定管理者、制度導入により、海営は、高知市文化プラザ共同企業体。カルポートの愛称は、公募より選ばれた文化と港を意味する英語、カルチャーと、 ポートを組み合わせた造語であり、文化が行き交う港をイメージして付けられたものと考えられる。建物は印象的な円柱の上部が垂直に切り取られたようなの外観で文化の風を受け進む小舟をイメージしたもの。正面大階段から続く立体広場を中心に主要施設が構成されている。建物の中心をくり抜いたような大きな吹き抜けがあるのも特徴。 大小二つのホールをはじめ、横山隆一記念漫画館や、展示面積1500平方メートルの市民ギャラリー、また、中央公民館やレストラン等の施設も備えるなど、複合施設としての役割を果たしている。郵便番号781-9529高知県、高知市九短田2番1号。ありがとうございます。